手枕厄介いた交渉が唱え上げます諸芸の一座のお定まり芝居で三番曽か相撲なら千鳥か西門なればデレンのレンの脳幹調べか何は武士なら入れ事枕かあーんアホだら今日というやつはターゲタ木魚横丁に抱えて朝から晩まで親の敵か遺恨のあるようにあちゃむきすかかこちゃむきゃすかかすかすかバカバカバカげたお経には間違いないわーいえいすかすかバカバカバカげたお経を誰がやっても何遍やっても同じことではございますちょいと出ましたお笑いにないないづくしを取り寄せましてないないづくしと出かけようかないないづくしのことなればああやれないそれない何にもない学芸員など必要ないという失言大臣辞任はない南スーダン戦闘ない白紙の領収おとがめない原発事故まだ収まらない東電責任問われない自主避難は補助金ない自己責任なわけがない平均時給は上がらない残業時間は減りゃしないユニクロ潜入半端じゃない非正規雇用は奴隷じゃないでも役者は定職つくわけいかないテレアポバイトでやるしかない40過ぎれば風俗できない男子は清掃仕方がない70過ぎても年金暮らしはできやしない過労死しなけりゃいたわりさえもらえないこんな世の中望んでないオリンピックも欲してない憲法改正頼んでない武器の輸出も望んでない頼んでないことするんじゃないわああパン屋を和菓子に変える意味ない道徳教科書必要ない反面教師が溢れる昨今ニュースを見てれば問題ない知らない大人についていかない知ってる大人も信用できない警察パワハラ止まらないなぜか処分は厳しくない秋田県警名前を出さないそんな調子じゃ頼られないブラック部活にブラック企業にブラック人生浮かばれないスキー教室プールの授業で人生終われば浮かばれない自分の生き様声に出さない人ほど溜め込むのは良くない沈黙は金と限らない雄弁は銀と限らないけれどアホだら今日には罪がないビートに流して跡形ない王様の耳はロバの耳という穴が我々には足りないだから今宵はアホだら今日ないない尽くしの算定ない台東大学とんでもない